ハウス。皆さんこんばんは、ポキです。今回はね、このハウスというゲームをやっていこうと思います。そうそう、長崎県にある日本一広いテーマパーク。それハウステンボス。ということでね、今回もやっていこうと思います。何このオープニング。さっきね、ハウステンボスのことを調べたら日本一広いテーマパークってことを知りました。いや、この情報どうでもいい。今回はね、このハウスっていうゲームやっていこうと思うんだけど、なんか呪われた家が舞台らしくて、まあこのハウス自体が呪われてて、そこでね、家族たちに災いが降り注ぐから、それを回避するゲームってことで、かなり面白そう。早速、ウェイクアップ、起きていこうと思います。さあ、この、寝てる子が主人公かな？あ、女の子かわいいね。なんかもう、部屋、あ、BGM いいな。あ、ちょっとブカブカの服着ててかわいい。これが自分の部屋か。あ、スタミナゲージもあんだ。走ることもできると。これなんだ？あ。はいはい、日記帳みたいな感じかな。なんだ？なんて書いてあんだ？ドリーミングって書いてあるから。まあ、でもなんか、ムービングで、なんか、あれかな？引っ越してきてから、私は夢の中にいるみたい。みたいな感じですかね。多分そんな感じなんだろうね、きっと。なるほど。引っ越してきたと。で、骨が呪われてると。とんでもないな。テレビは見れる。なんだこのテレビ番組。あ、でもなんかニュースキャスターみたいな人が、オリンピックか？これオリンピック来てんじゃない？もしかして。オリンピック中継みたいにやってますね。それだけか。このぬいぐるみか？あ、別に調べることはできないんだ。へぇ。あ、なんか影みたいなのあるよ。なに怖い。なにもの影みたいなの。とりあえず出るか。お母さん、お母さん、お母さん、ちょっと待って。なにこれ、なにこれ、お母さん。え、お母さんどこ行っちゃったけど。開かなくなっちゃった。封印しちゃったよ、お母さん、いきなり。てか、お母さん、自分の自画像をめちゃめちゃ大きく飾ってるけど。これは誰だろう。お父さんか。ドラキュラみたいだけど、お父さん。で、これ私だね。あ、私もいる、ちゃんと。わーい。で、これが妹か。なんか妹だけ高くない？位置。家族内序列があるぞ。あ、なんかライトがついたり消えたり。ちょ、待って、お母さんが封印したのも気になるけど、ちょ、こっから見ていく？入ってみよう。なんだ？あ、妹！妹、おい。え？私は生きるのが嫌い？なに、どういうこと？闇抱えてる系じゃん。私は全てが嫌い。闇抱えてんじゃん、妹。どういうこと？ちょ、待って、一回入ってみるか、この部屋。お邪魔しまーす。なんか叩かれんだよね、ドアを。 BGM 怖いな。これ妹の部屋かな。妹出てきたもんね。これはスイッチとか、あ、つける。つけたら BGM 変わるんだ。へえ。で、こっちの部屋はなんだ、ドーンって。何もいないだろう。やべえとこじゃ。あ、トイレだ。ひろ。無駄にひれ。トイレできんのかな。あ、なんか書いた。なに、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 髪長っ。いや、違う違う、そこじゃない。何、何？ゲームオーバー。ちょっと待って。何今の。なんか食われたぞ、やべえやつに。え、呪われてるとかの騒ぎじゃない。もうちゃんとした怪物がいる。え、怖すぎる。何てか、なんかメモが、あ、メモが追加されてる。ザ・トイレット。いや、もういいんだよ、メモは。メモはいいんだよ。こっちがメニュー画面とかないのかな。あ、メニュー画面ある。アイテムとかも見れたり。アイテムなんもないよね。これまでどうやって、スペース、あ、へえ、オプションとかもあんだ。リスタートもある。あ、時間がどんどん過ぎてる。1秒1分だ、この世界。怖いね。え、リセットされたのかな。妹いる、この中に。ちょっと待って、順番に見ていこうか。あ、妹、あ、寝てる。おい、起きろ。あ、寝てるわ。あー、この時間10時はまだ寝てるってことなのかな。もしかして時間がリセットされてる。あ、ママ。あー、ママ出てきた。ママ、10時50分あたりで封印。ママ。え？ Are you hungry? I make something sandwich. あー。サンドイッチ今から作ってあげるわ。お腹空いてるって。いや、それより気になるわ、お母さんの部屋。何があるの、一体。そんな戸締まり必要？あと、トイレには絶対近づくな。トイレはやべえから。あ、あー、かわいい。猫がいる。猫も飼ってんだ。広いね、家ね。ミャオ。なんか海外だとミャオだよね。絶対俺はニャーだと思うけどな。なんで海外だとミャオなんだろう。だから広いね、この家。お父さんもいたりすんのかな。あ、何、え、
なにこれ、ドロップ。あこれ普通にあれか、あのボーリングの玉ってこと何に使うんだろう一体。アイテムとして持てると。こっちは開く、開かない、鍵閉まってるわ。ここ玄関っぽくない？あ、ここ行けない、行けない。なんかたまに暗くなるね。こっちは何この怪しい部屋。やっぱお父さんドラキュラなんじゃないの。なんか罠みたいのもあるけどね。電気消したりもできると。あ、妹起きた。壺とか持てる？持てない。あ、演奏会。あー素敵だね。毎日練習してんのかな、こうやって。なんか嫌な感すんな。俺だけ嫌な感すんの。拍手とかできないの？拍手とか。あ、できないわ。じゃあ踊ってるか、曲に合わせて最高じゃん、いいゲームじゃん。全然呪われてないじゃん、この家。何？なんか話しかけたりできるのかな。あ、話しかけれる。私の曲好き？みたいな感じか。そんな感じ？いいじゃん。なんか起きるかなって思ったけど、別に何も起きそうにない。ライト消してみようかな。ライト消して暗闇でも弾けんのか。おー、弾けそう。あー、才能あるわ。暗闇でも弾けるってなった。あー！妹！え？なんで？え、てか、なんか猫起きたけど。なんでなんでなんで、なんで、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょっと、猫ちゃん、みゃおーみゃおーみゃおー。ちょいちょい、いや、そうなるよね。なにこれ、どういうこと。妹死んだんだけど。え、俺が悪いの。あ、あ、なんか鍵がある。あ、猫ちゃんの下に鍵があったのか。これ使ってどこ行けんのかな。なに、なに、待って、お母さんやばくなかった。ちょっと待って、お母さんブヨブヨじゃない。待って、お母さんおかしくない。これ完全に呪われてない、お母さん。これ鍵左手あれ。あ、開いた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 。なに、あー、お母さんがゾンビ化してる完全に。なにこれ、うわー、なにこれ、ネズミまで来てる。ちょっと、どういうこと。待って待って待って、やばい、死んじゃう、お母さん。あ、どういうこと。お母さんがゾンビ化してました。なにこれやばすぎるこのゲーム全然回避方法わかんないね。でもなんかアイテムを駆使して回避していくんだな。でもトイレだけは済ませよう。あんなことがあったけど俺はトイレだけは済ませる。よし、すぐ出る、すぐ出る。オッケー、すぐ出たら大丈夫なんだ。ドアドンってなったけど。でこれお母さんが出てくる前に入りたい。あ、入れないわ、お母さん出てくるまで。まだ起きてないんだな、お母さんは。先にこっち側行ってみる。で猫ちゃんがいたりして。じゃあ妹をさ、このピアノをさせちゃいけないんだ。そういうことだよね。なんか回避して行かなきゃいけないってことだもんね。どうやったら回避してくれるんだろう。なんかやばそうな亡霊みたいなのもいるもんな。あと右の部屋までゆっくり見てないから。あ、猫ちゃん話しかけてみるか一回。あ、寝てるわ、ごめんね、寝てるときに。おお、キッチンか。なるほど。なんかお母さんなんでゾンビ化したの。あ、なにこれなんかミルク、でかいミルクだな。かけた。あー、やばい、滑った。なにこれ。あ、やべやべやべ、無限ループ入ってる。お母さんごめん、牛乳こぼしちゃった。お母さんごめん。あ、サンドイッチ作ってくれてる、もしかして。うん、サンドイッチ作ってくれそう。お母さんなんでゾンビ化したんだろう。でもあとこれ珍しくない？このダイニングのさ、テーブルをさ、壁につけるタイプ。普通4つこう向かい合わせにやるでしょ。やばい、お母さんがゾンビ化しそう。なんでゾンビ化するんだあれ。時間経過でか。だってごめん、お母さんここに牛乳こぼしちゃったから。お母さん気をつけてね、お母さん。うん、サンドイッチ作ってるわ、元気に。電気消したり。別になんかご効果があるじゃない。やばい、妹が行っちゃう。阻止しないと、なんとかして。待てよ、なんとかして阻止しないと。なんかできないんか。やばい、引くな、妹引くな何でも話しかけて。引くんじゃない、めっちゃ。あー、引き出した。もう絶対うざい。あ、わかった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 、ちょ待って、絶対わかった。待てよ、ボーリングの玉です。ここでここで絶対ボーリングの玉。待てよ、これを置く。あ、落ちそう。罠だ。はぁ、罠即死なの。自分が引っかかることある。
いやそれはやばいわ。ちょっいやめ一番の罠だったの確かに。あれ待って、トライアゲン押せなくなった。あ押せた押せた、びっくりした。なるほど。でもあの罠を使って、あでもなんか新しいのが出てる。へえ、どんどん出てくんだ。ダイニング、ダイニングが出たね。へえ、でもこれ妹どうにかして阻止しなきゃな。なんかこことかでボーリングの球使ったりしてもなんか新しいアイテムとかゲットできそうじゃない。なんもそこは調べられないんか。ちょ待てよ、これは面白いな。このゲームおもれえけどグレーな。ここで使う。あ、なんもないか。やばい、お母さんにガチギレされそう。こんな朝からボーリングの球どんどん入れたら床が傷つくわよっつって。ここ、あ、ミャオが起きた。ミャオは反応するんだ。ミャオは反応した。じゃあ先に取っとくか。待って、気をつけろ。ちょっと距離取って、はい、落とす。あー開いちゃった。これさ近づいて、ちょっと待って、ピックアップ。あー持てた罠。いやでも罠、これ罠ここに置いといたらさ妹やばいことになるもんね。デッドバイデライトのトラッパーみたいなもんね。でも一応置いてみる。これあったら回避してくるかもしれないしね妹は。うん、それだ、うん、最悪死ぬとかいうのだけは避けような絶対。でママはサンドイッチ作りでしょ。でなぜかゾンビ化するから。でも妹が心配だからちょっと妹待とう。ミャオ聞きつつ、ミャオかわいい。待てよ、妹来るかな。いやお母さんも心配だな。どのタイミングでゾンビ化するんか分かんないからな。全くお母さんのゾンビ化は聞いてないからな。これなんかさ雨漏りみたいなのしてんの。あー滑るんだ。あやべやべ、無限ループ入る、無限ループ入る。この雨漏り怖いよね。あ妹来た。よけろよ、危険だぞ。なんで一切のためらいなく。妹ごめん、俺ただの殺害殺人者なんだけど。ねママごめん、ママごめんとか。いやもうやばすぎるでしょこの家が。どうしたらいいんだろう。あれどうやってどうやって救うんだろう妹のことは。ママ、ママがなんかヒント送るかも。あサンドイッチ作り終えてるね。3つ作り終えてる。ママ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 、あれ、あママ、あま、いやお供えしてる場合じゃない牛乳を。でママママが転んで死んじゃった。あこれでゾンビ化すんのか。あなんか来てる、誰か奥で。誰だ、なーにそれ、なにそれ、やばい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 、なんだなんだなんだ、めっちゃ喋りかけられてるけど。それでもう逃げることが一番いいんじゃないの。なに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 これ、めっちゃ喋ってるじゃん。どういうこと？めっちゃ喋ったけど、待って、ロクロックみたいなやつ来てるけど。なんか妹のこと言ってたの今。妹のこと、なんだろう。まあ、いや、ちょっと待って。いやもうこれもうやーばいやーばいやーばい、危ない。そんな死に方ってないよ。妹先にやっぱ死んじゃったダメなんだ。妹どうやって救えばいいんだろう。うわわかんねえこれ。これは結構鬼畜ゲームなんだね。何もわかりません僕今のところ。でもね、いろいろ試行錯誤するしがいはありそうだね。お母さんの部屋、マジでお母さんの部屋行きたいよね。わかった、俺はわかったかもしれない。まず猫ちゃんを起こす。あの鍵を絶対に先にゲットしなきゃいけないはずなんだよ、猫ちゃんの下の。わかった、ちょ待って、いやわかってない。あわかった、わかった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 、ミルクだ、ミャオにミルクだ、ミャオにミルクだよ。あとお母さんが来る前にここのあの雨漏れを直さないと。あもう雨漏れもうせいか、もうせいか。ミャオミルクじゃない、ミャオミャオミルクぶっかけてやるよ、俺のミルクを。あーミャオ、どっか行くの。ミャオミャオミャオ、可愛いな、テンション上がってる。そこじゃない、ミャオミャオそこじゃないけど。あでもかけると、やべえママが来ちゃった、やばいママが死んじゃう。これ待って、か扉開けて、これさなんかさネズミみたいなやついたもんね。あなんか持ってた、なんか持ってた、なんか持ってた。待ってこれ、あ分かった、これだよ、守り阻止じゃない、そうだよね絶対。ママママここに
あ、やばい、滑っちゃう、もうダメか。奥もう遅いんだろうな絶対。あ、でもちょっとではマシか。まあ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 、生きてくれよ。これで死ぬんじゃねえぞ。で、妹だ。問題は妹どうやって救うんだ。まだピアノ行ってないよね。妹をどうやって救うんだ。やばい、妹来ちゃった。おい、一緒にボウリングして遊ぼうぜ。何何、 C って言われた。何今の、今のは何、今の C は何。いやー、待って、行かないで。ピアノなんかぶっ壊せ、ピアノなんかぶっ壊せ。無理か。あ、やばい、引いちゃった。いやー、罠取っても無駄だもんな。待ってよ、じゃあもう妹はちょっと一旦今は無理だ。あ、あ、溜まってる。これママ倒れないんじゃない。ママ早く作り終えた、妹がやばいの。ママママ早くして、ママ急いで。作り終えて、こけないよね、こけない。サンドイッチを3つ、3つ、あ、サンドイッチができたわよって、カモンって。違うのよママ、ママ違うのよ。あ、サンドイッチできたぞ、伝えよ伝えよ。サンドイッチできたぞ、おいお前、サンドイッチが、おい聞けって、おい聞け、サンドイッチができた。ああ、うわあ。ちょっと待って、地獄すぎる。なあ、いや妹救う方法わかんねえな。でも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 、ちょっと待てよ。お母さんを救えることが判明したわけでしょ。だからこれ急ぎで行く。待て、妹は一旦じゃあ置いとくか。ミャオ起こして、起こすでしょ。で、さっき入る。で、これ奥へ行く、取る。あー、間違えちゃ。ミャオ起こして行く。で、ここ牛乳をこぼさない。あ、待って、これなんかアイテム、あ、じゃないんか。持つ。で、ゆっくり行ってこけないように行く。で、ミャオが、ミャオが牛乳欲する。で、俺が取る。で、だで、ミャオはなんか絨毯舐める。で、ここ先入るでしょ。で、あのネズミも気になるけどな。あ、ネズミもしかして罠で倒す説ない。もう先にこれ、待てよ、ここに置くでしょ。待てよ、置く。で、待てよ、ネズミさ、罠で、ちょ待って、罠ワンチャンかも。そしたらなんか妹を助ける鍵が出てくるかもしれない。待て、気をつけろ、しっかり落とす。あ、取った。あ、アイテム取ったのか。あー、そこに出るパターンね。あ、なるほど、帰れんのか、いいね。で、待てよ、お母さん大丈夫。で、ネズミ来るもんね。ここにセット。さあ、ネズミちゃんおいで。来たもんね、さっき。来たー、かかれ。あ、かかった。え、なにかかって、ピックアップ。あ、これで、あのピアノ壊せんのか、もしかして。さらばネズミ、よくも俺を食ったな。これ壊せんのかな。え、行くよ。え、え、ああ、ああ、よし、壊れろ壊れろ。え、全然壊れないけど、壊れそうな感じするね。スタミナがないとダメなんだ。え、壊れないの。あい、待て、妹、妹めっちゃ怒られるやつやん、妹が今から引くやつ。あー、待って、無理。あー、ちょっ、違う違うの。やりたかった。あ、斧の方が壊れたし。あ、これダメなんだ、斧じゃダメなんだ。ちょっと、じゃあママとサンドイッチ食べるか、おとなしく。いやー、俺が手を下してしまったが。よし、サンドイッチできたぞと。で、え、どうやって食べんのこれ。あ、あ、取れた。あー、サンドイッチ持ってくのかな、妹の元へ。それともミャオ、ミャオじゃないね。ミャオ、ミャオ、なんだなんだなんだ。あー、待って、間に合ったかもしれん。いや、でもどっちみち無理じゃん。そうだよ、妹も俺が手下すなんだった。あ、分かった、このサンドイッチをあのトイレのあいつに持っていく。なになになに、これ怪しくない、なに怪しくない、なにこれ、どこどこ、怖い怖い怖い、これ絶対絶対、もう何それ、何それ、絶対怪しいと思ったんだ俺。でもなんかこうなってくると、サンドイッチをさ、トイレのあいつに持っていくのがちょっとちょっとだけ説得力を増すのか。いや、増さないか増しませんか。
うわー、でもちょっと待って、でも流れ的にはいい感じだね。だいぶ分かってきた、このゲームが多分合ってるね。でもなんか別の方法で妹は助けなきゃいけない。サンドイッチか、はたまた何か別のもの。でもアックスを、アックスであれだ、お母さんの部屋のあれを取るんだ、封印を。じゃない、じゃ、あのこけてる場合じゃない、こけてる場合じゃないよ。無限ループ、無限ループ入ってるよ。あぶね、あとここの上、この絨毯の上歩くの怖え。もう開ける、取る、急いで、よしよし、この絨毯の上怖えな。またあれ出てくるんじゃないかなって思って、ここに置く、オッケー。でしっかり早めに、妹来る前に、妹起きてくる前に入る。で、これちょっと距離取りつつ、はい、オッケー。でこれを通る、違う、あー、まあ2個とも取っていい。いやー、お母さんおはよう、お母さんおはよう、今日もおはよう。もう俺は 8回くらい会ってるね、お母さんに。よし、お母さん何も知らないだろうけどね、それでいいんだ。でも、はい、でセットオン。でちょっと待ってよ、これで出す。あれあれ出ない、もうちょっと置くか。あれ、スタミナ回復しっかりして、あれ出ない、あ、出た出た、待てよ、来い、避ける、避けんなよ、避けんなよ、よし。で今のうちに通る。で、これちょ、サンドイッチがまだできるまで待ちつつ、妹はもういいよ、はい、朝のねピアノね、オッケーよ。で入る、これ割れるでしょ絶対、ここに何か鍵はある。スイングスイング、あ、シーゾー、あ、シーゾー、オッケー、お母さんの部屋。え、何この扉、秘密の扉みたいなの、なんかあるぞ下に。何もできないんか、あ、何もできない。え、ママパパとやっぱここで寝てたのかな。やめてよ、パパクローゼットに入ってるとか。オープン、何、なんか取った、あ、あー、やばい、ママなんか取ったな、俺今アイテム、何取った、今何取ったの今アイテム、ちょ待って見よう、アイテム、あ、ショットガン、あー、なんかショットガン取ったんだけど。え、でもこれ間に合わないね。え、妹のこのピアノにシャンデリアラッカーを間に合わねえわ。あいつ来てる、あいつショットガンで撃つのか、まさか、そういうこと。顔出せ、顔出せ、顔出せ、おい、え、こいつ敵じゃないのかな、しゃべる、あ、やばいよ、待って、撃ってみたい、撃ってみたい、こいつ、もういいよ、こいつはいいよ、こいつはよくて、こいつ撃ってみたいな、めっちゃしゃべるんだよこいつ。こいつ重要なこと言ってたりするのかな。で、あー、撃てないか、撃てねえわ。でもさ、でもさ、時間的にさ、多分間に合わないよね。間に合うのかな、サンドイッチ持っていくの。何あれ、何あれ、何あれ、何これ、何こいつ、何こいつ、何こいつ、ミャオ、ミャオ、ミャオ、もしかしてミャオなの。え、ミャオなの、あ、なんか、え、ミャオ、どういうこと、どういうこと、何これ、何が起きてんの今、は入れない、でもこの部屋アイテム変えなきゃいけないのかな。やべ、なんか来てる、待って待って、多分ママを救うのは合ってるんだけど、妹を救う手順が多分間違ってて、早めに妹を救ってあげなきゃいけないから、なんかアイテムが絶対あるはずなんだよね。なんだろうな、いやでも絶対アックス系だよね。はい、オッケー、ママは救えたと、ママの命はもう俺のもんと。で、罠だけど、あの取るでしょ、ミャオが戻ってんな、一、あのさ、右側のさ、あの壺気になるよね、俺ずっと気になってた実は、あれアックスワンチャンじゃないかなって、おはようママ、ワンチャンあるんじゃないかなって思って、ここセットする、あぶね、致命的だった、てかあれ真下にセットしてれば出てこい、よし、でアックスでしょ、いただきので、お母さんの部屋なのか、それとも壺なのか、いや壺を優先します先に、あの壺には何が入ってんだ一体、割れるかな、壺、スイング、あ、タルカイク、あ、割れた、え、なんだショットガンの弾かな、今薬莢っぽかったよね、ショットガンの弾なかったのか、さっきだから撃てなかったのかな、もしかしてこれ間に合うかな、はい、あ、待って、スイングができねえ、
くそ、こんな時に。妹でまだ起きてきてないよね、多分。よし。で、ショットガンのをいただきの、あとなんかもう一個ないの？なんもないか。アイテムここなんもないのかな、もうこれ以上。いや、地下室気になるな。でも行けないんだろうな、気づいてないもんね、きっと。妹起きちゃったかな。玉入りショットガンあるよ。玉入りショットガンあるけど、これぶっ放したらさ、いや、ちょっとね、もう行くしか、あ、やばい、サンドイッチ、ちょ、サンドイッチ持って行ってみるか。ショットガンぶっ放してピアノ壊すのは現実的じゃない。サンドイッチを持って行ってみよう。よし。あー、妹、サンドイッチができたぞ。おい、ちょ待ってよ、アイテム、サンドイッチ、あーあー、なんで、おーい、お母さん今来たら俺が完全にやったみたいになるじゃん。あ、キュートいいでアイテム変えれんだ。なんだ、いやーでもサンドイッチ間に合わなかっただろうな、きっと。これショットガン何に向かって撃つんだろう、一体。まあまあ優雅に食べてるけどさ、やべえ音したじゃん今。まあまあ、あとさ、ミャオがなんか、あ、やばい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 、こいつやばい、逃げろ、あぶねえ。あの黒いやつ何？あ、これさ、ろうそくで火が燃えてるからミャオが燃えたってこと、もしかして。え、あー、やばい、あー、燃えた、ミャオが燃えた、そういうことか。え、これミャオは別に敵じゃないんだ。でも、うわー、嘘でしょ、あー、見たくないよそんなの。あれ、お母さん、あ、やばい、手が、なんだあれ、お母さん、これでもしかしてお母さんがゾンビになっちゃうのかな。連れてかれた、お母さんが、ん、お母さんが連れてかれた、な、なに、うわー、撃っちゃった、間違えた、弾一発しかないのに。あ、やばい、終わった、あ、ミャオ、どうしたらいいのこれ。もちょっと待てよ、こっち行ってもさ、だよね、迫ってくるもんね、これ間に合えば。あ、消えた、はい、うそー、いやー、妹に、妹が死ぬ前にサンドイッチ届けるやつやろう。ちょっと真下に置いたらこれさ、出てきた瞬間もしかして死ぬ、あいつ。あー、そこになるのね、まあいいや。護身用のショットガンは取っといた方がいいよね、絶対絶対取っといた方がいいと思うから、あらかじめここなんかできそうだけどな、うまいことやれば。あー、待てよ、時間ロスだ、この時間ロス痛いな、妹起きてきちゃう。よし、薬莢の位置がさっきと違う、妹とここで合流、まだ合流しない、意外と起きてこないね妹。あ、来たか、ここでか、待ってろ妹、絶対俺が助けてやるからな、あの事故、俺だけしか知らないあの事故。よし、護身用のショットガンをゲットと。で、ママが、ママが急いで作って、ママ早くして、ママ早くしてよ、ちょ、ママ遅いよ、ママ遅いよ、サンドイッチが、妹が、あ、これ間に合わないのかな、もう、もうできてるの取っていきたい、できてるサンドイッチ取っていきたいもん、もうママ、よし、もう即置いたら即持ってくよ。 あ、置いた、置いた、よし、あー、わかわかわ、よし、お行儀悪いって怒られそうだけど、でも大丈夫、ママに怒られてもいい、それでも俺は妹助けたい。妹、ウーバーイーツしてきたよ、おいおい、妹、食べろ妹、え、サンドイッチも嫌い、嘘でしょ、おーい、お供え物みたいになった、本当に、うっそー、違うんだ、マジか、あーあー、動いてるね、やばい、これ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 やばい、あー、どうしよう、いやー、これやばいな、さっきなんで消えたんだろう、ここ入ってみるか、いや、これいいんだよね、これいいんだよね、あー、もう地獄じゃん、もうどこ行っても地獄じゃんこれ、うわ、逃げる道がね、ショットガン一応構えとくか。いやー、でもな、ショットガンとかが通じる相手じゃなさそう、透けてんもん、スケパンマンだもん完全に。ちょっと待って、これどうしよう、ちょっと待って、一回撃ってみる、でも来い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 、うわ、撃てなかったし多分ダメだ、もう今の死のモーション入ったから撃てなかった。うわー、難しすぎる、
次回に続きます。